It's time for the Wiper Evening News. Let's see what's coming up this week. Let's go. こんばんは。ワイパーニュースのお時間です。はい、ご無沙汰しております。1ヶ月ぐらいですね、期間ちょっと空いてしまったんですけど、今回からワイパーニュース、このようなですね、カジュアルスタイルでお送りしていきたいと思います。ということで、早速ですね、ニュースオブウィークス、1週間のですね、ここ最近のワイパーの新着アイテムご紹介していきたいと思います。まずは11月22日の新入荷商品です。こちらはですね、ワイパーインクから米軍のエクワックスジェン3のレベル7ジャケットが3タイプ入荷しております。こちらは YouTube の動画でもお送りしたんですけど、非常に大変ご好評いただいて、販売開始直後からですね、即完売が相次いで出た人気モデルとなります。簡単にまとめますと、エピックを使った、忠実復刻と言われるようなですね、一番高価なモデルで、さらにパーテックスアンリミテッドを使用した、ちょうどですね、価格と性能のバランスが取れたような中間のモデルで、さらに WP62 番という昨年から継続して販売している、審査レートの中綿を使用したですね、ブラックのみの展開となっている、合計3タイプが入っております。これに関してはですね、正直どれもそれぞれにですね、良さがあるということで、ちょっと甲乙つけがたいアイテムなんですが、非常にですね、どれもご好評いただいております。続いて11月21日はですね、オニータからスウェットとハーフジップのトレーナー2方が入荷しています。このオニータはですね、ヘビーウェイトの T シャツで、うちの方でもですね、夏からご好評いただいているんですけど、継続してこちら、ちょっとナインティーズのテイストの、アルミジップの使われた、ハーフジップで、さらに、プルオーバーはですね、こちら裏毛のパイルになっているので、結構着用期間は長くいけると思います。どちらもおすすめになっております。続いて同日はですね、ユニバーサルオーバーオールからも3方入荷しております。こちらはですね、 TC 素材を使用したツイルのワイドシルエットと、タックのテーパードのシルエット、さらにですね、TC ワーカーズパンツと呼ばれるですね、シンプルなトラウザータイプも入荷しております。それぞれですね、すっきりめなシルエットと、ラフに履けるストレートの太めのシルエットと、あるので、お好みのものを選びいただけます。さらに11月21日はですね、モールシューズからも新作が入荷しております。こちらはですね、昨年から好評いただいているマウンテンブーツタイプにスエード素材が仲間入りしております。さらにこちら新しくですね、サイドゴアのスクエア2になったシャープなシルエットが印象のサイドゴアブーツも、こちらもですね、スムースレザーとスウェード、それぞれですね、2型素材で入荷しております。その他にはクラークスオリジナルからスウェードのデザートブーツも入荷しております。そして11月21日はですね、他にも再入荷続いております。米軍のエクワックスジェン3の人気のポーラーテックのフリースもファーストクオリティが入荷しております。このファーストクオリティ、非常にご好評いただいているモデルで、再入荷するとですね、もうすぐに完売してしまうようなアイテムですので、狙っている方はですね、ぜひ再入荷通知の方お願いします。その他にもオーストリア軍からファティーグカーゴパンツ、これも人気のきれいめシルエットのカーゴパンツですね、こちらも再入荷しております。その他にはアークテリクスのベーターであったりとか、グッドオンから複数スウェット、ロンティー、それぞれ入荷しております。その他にもですね、こちらグッドオンはですね、半袖 T シャツ、ロンティーと、それぞれ結構な型数が再入荷しておりますね。アークテリクスとかは特に入荷後、少量の入荷ということもあって、結構すぐに完売が続いてしまうようなモデルになっております。続いて11月19日です。11月19日はですね、フランスの M47 の前期型のパンツが、販売開始しました。こちらもですね、フランスで買い付けたものが到着したということで、結構な数入荷したんですけど、基調サイズからですね、33サイズとかも結構今回入荷したので、それぞれですね、かなりのスピードで完売した印象です。その他には11月18日は、ドイツ軍からですね、ブラックのタンカースジャケット、さらに、ブラックのタンカースのオーバーオール、その他にも、ルーマニア軍からクルーネックのコマンドセーター、同じくルーマニア軍から、ブランケットのついたライニングのパンツが入荷しております。でさらにですね、11月18日はワイパーインクのリメイクからチェコ軍のですね、 M21 シャツの、襟を取ったような、バンドカラーにしたようなですね、リメイクのアイテムも入荷しております。これもですね、大変ご好評いただいたせいか、ちょっと1回初めてのものだったんで、そんなに数は作っていないんですけど、すぐに完売してしまった印象です。
でその他には米軍のデッドストックのですね M65 のフード単体、こちらも入荷しております。メーカー品でいうとバブアーだったり、ヒューストン、これもユニークですね。ヒューストンからライナーの、リブのクルーネックの、スウェットのようなタイプの、クルーネックのプルオーバーも入荷しております。バブアーからはビューフォート、ヒューストンはですねその他にもプリントのスウェット、ロイヤルネイビーからはですねこれも非常にインパクトのあるアイテムです。サブマリンのダウンコートも入荷しています。その他には18日はですねアルファからヴィンテージのドブスのフライトジャケット、同じくアーミーツイルからはリバーシブルの M59 のライナーコートをイメージしたコートも入っております。その他にはヒューストンからワイパーインク同様にですねレベル7のプリマロフトのジャケットも入荷しています。ヒューストン多いですね。ビエラのチェックシャツであったりとか、その他にもグッドオン、ユニバーサルオーバーオールからクルーネックのフリースシャツとそれぞれですね再入荷しております。さらに11月18日はですね米軍の再入荷も見逃せないラインナップとなっております。まずフィールドデスク、こちらも再入荷しました。そしてこちらも人気ですね、米軍のチューブマフラー、ウールのマフラーが入荷しています。これ私も持っています。その他には CVC のタンカースも再入荷しました。オランダ軍からは NATO フィールドジャケット、さらにチノパンと2型再入荷しております。その他にはイギリス軍のオールランクスのバラックパンツも入荷しております。バブアもですねこの日に結構4型ほど再入荷しております。特に気になるものはスペイであったりとか、ビレールも入ってますね。結構ですねバブアが聞いたところによると今年かなり生産数が少ないらしいので、こういった新商品ですねどこも欠品が続いているそうなので探している方お早めにというような感じです。続いて11月17日はですねこちら私今着てますけどこの米軍の BDU も一挙再入荷しております。前期中期後期リップストップのリップと様々もございます。その他米軍からはですね M65 のウッドランドのフィールドジャケットも再入荷しております。こちらはですね自分も海外入荷の際にちょっとご紹介したんですけどアラミドのタートルネックのですね30も再入荷しております。その他こちら加工に定評があるヒューストンからワイパー別注の N1 デッキジャケット、このヴィンテージ加工がですね非常にかっこいいアイテムなんですがこれもですね待望の再入荷しております。さらにラッセルからは使い勝手のいいクルネックのスウェット、プルオーバー、さらにユニークなハイネックのスウェットとそれぞれ入荷しております。はい、ということでちょっと駆け足でしたがニュースオブウィークということでここ最近の再入荷新入荷のご紹介でした。続いて CM の後は LL ウッドの新着ご紹介のコーナー行きたいと思います。なんで私はこの歌を歌ってるか分かる？戸高くん。分かりますよ。分かる？はい。皆さん分かりますかね？本日、11月24日、本日はちょっと撮影日がですね、11月24日なんですけれども、ちょっとなんとフレディ・マーキュリーが亡くなった日でございます。ちょっと当時、私高校生だったかな、結構衝撃が走ってて、そのバイシクルだったりとか、いろんな曲が好きで、ね、その結構青春のグループって言えばグループなんですけれども、自分の青春のグループがあれだ。ガンザンズ・ジエン、ガンザンズ・ロージズとクイーンだったりとか、やっぱその時代のですね、ハードラック系ののが好きだったんですけど、その当時衝撃だったことを覚えてます。それでは本日のスタイル提案スタートします。というわけで初めて来た最初に来たやつはですねリメイク商品としてここ最近出している商品ですね、チェコ軍のグランパシャツのリメイク版でございます。何をリメイクをしたかって言ったら、ここのカラーの部分をですね襟をなくしてバンドカラーにしております。それによってより着やすい感じでアウターとも合わせやすいし、もう襟があっても十分使えると思うんですけれども、こういったねバンドカラー根強い人気がありますので、こういうの欲しかったなっていう方にはちょっとおすすめです。
合わせ方としては、まあね、下が言ったり A ラインで広がりますので、まあ、そのテーパーがかかっているこういったですね、綺麗めなスラックスに合わせるとより、このクランパーシャツの良さが出るんじゃないかなと思います。ではいかがでしょうか。皆さんこの、コーデの主役はアイテムの主役はこっちじゃないです。チェコ軍の M85 ではないです。この下のアイテムでございます。こちらですね、先日ですね海外入荷動画でも紹介したこちらの、ルーマニア軍のですねライニング付きブランケット付きの、パンツが、新商品で入ってきております。このテーパード白いとか非常に綺麗ですね。こちらですねルーマニア軍なんですけれども、上はこちらのチェコ軍の M85 を合わせています。こちらベルトをですね、こうやってぐーっと絞るとですね、ちょっとおとなしめな冬コーデになるんじゃないかなと思います。ブランケットと、あとこちらもライナー付きになってますので、非常に暖かくてですね、冬でも全然対応できるような、そういったアイテムとなっております。では。こちらですね、こちらもあれですね、入荷動画で紹介してたドイツポリスからのですね、タートルネックでございます。こっちにですね、ドイツ語でポリスっていうのがこの指示のポイントになってるんじゃないかなと思います。まあね、この黄色が効いてる感じですので、マスタードっぽいこの色で、こういったデニムとですね、相性はいいかなと思います。ただしですね、こうやってなんか普通にこのロングで出しっぱなしで着るのは私ではございません。ここからですね、瞬殺で2つ、コーデを2つぐらいお見せしますので、お見逃しなく、チェキ。はい。じゃあまずは、最初はですね、こちら、インサイドですね。タックインして、このマスタード柄がですね、自分分かったんですよ。このマスタード柄、もうその、この自己主張あんましないこのイエローの色が、とってもパワーとの相性がいいです。今ですね、自分ビデールを羽織ってはいるんですけれども、ゾゾタウンの撮影で一つ気づいたのは、ボーダーでもいいです。なんで、バブは全般の相性はめちゃくちゃいいと思います。こんな感じでですね、ちょっとこう真ん中だけ、チラ見せしながら、で、こうやってバブは羽織ることで、ね、非常にちょっとこう、雰囲気は出てるんじゃないかなと思います。じゃあ、そしたら早速別のスタイル提案します。じゃじゃん！はい！できました。最後のコーデ。三つ目のですね、このタートルネックできる三つ目のコーデはこちらです。どこがっていうね。タートルネック予想、ここしかないですね。で、あとはもう、あれですね、ちょっと、まあ、結構着丈が長いので、こんな感じでですね、あえて超短めのですね、スウェット、これリメイクされてるスウェットなんですけれども、あえて、着てみました。まあね、二十歳前後の若い女の子とか、10代の女の子たちがですね、こういった着丈短めのなんか最近よう着てますよね。で、それでおへそもよくよう足してますよね。でもね、私45のおじさんなんで、そういったおへそ足したりできません。お腹プルプルなんで。なんで、ここでこういったですね、イエローをタックインしてきて、こんな感じで着ております。これはこれで可愛いんじゃないかなと思いますけど、非常にですね、このキャップからこのサンマルクのカモまで、もう癖しかない。これこそ癖っていうね、そういったこうスタイリングなので、なかなかできる方は限られてるかと思うんですけれども、やってみてください。楽しいです。続きましてはこちらルーマニア軍のですね、コマンドセーターの新入荷でございます。もうこちらですね、米軍のフライトキャップではないですよ。はい、こちらのコマンドセーター、やっぱりですね、こっちの当て布だったりとか、やっぱ実用性もありながら、こういったデザイン性だったりとか、そういったものが、よくこうやって、まあ、ブラックだったりとか、デニムパンツだったりとか、各国のコマンドセーター、すべてそうなんですけれども、ちょっといろいろ面白みがあって、合わせやすいアイテムじゃないかなと思います。これから冬ですので、あえて自分はこうやってですね、こうハーツ機の、フライトキャップに合わせてみました。いかがでしょうか。二等でいいと思いますよ。でも、個人的には。
こちらですね、ロイヤルネイビーから、サブマリンダウンコートが新商品で入荷しております。非常にシルエットとかですね、素晴らしいと思います。縫製もあってシルエットも良くて、そしてかっこよく決まるアイテムじゃないかなと思います。こちらですね、一見皆さんひょっとしてある方たちは思ってるかもしれませんね、この先ほどのルーマニアのセーターに同じね、フラッグのこういったねコンバトのパあのカーゴパンツに、そしてこのニューバランスの黒、さっきと同じじゃねえかよって言って、その上にかぶせたんじゃないかとか思ってる方いらっしゃるかもなんですけれども、実はですね、私たまに聞こえてくるんですよ。何が？ここをですね、こうやってダウンをですね羽織ってみたんですよ。そしたらこのロイヤルネイビーのサブマリンダウンジャケット、ダウンジャケットとかこうやって支えてくれてないんですよ。そのままでいい、それで十分かっこいいよ、それでいいじゃない、何をもうそこで何をどう変更するのっていう声がですね聞こえてくるんですね。で、私たまにこういう時があって、もうヨークが決まった時にはそのヨーク自体のですね声が聞こえてくるようになってまして、それがまさにそういったスタイリングでございます。ロイヤルネイビーのこのサブマリンダウンコートが支えてくれたこのスタイリング、いかがでしょうか。はい、次の新作はこちらです。ユニバーサルオーバーオールの、こちらのワーカーズパンツでございます。ぱっと見あれですね、綺麗なチノパンツに見えるぐらい、綺麗めなスラックスなんですけれども、ウエストがゴムになってったりとか、裾でこうやって絞れる仕様になってますので、ストレスなくてですね、まあ、楽チンな感じで、履き心地もですね、めちゃくちゃいい感じになってるんじゃないかなと思います。合わせばこういったベーシックアイテムですね、バンドでいろいろ使いやすいアイテムですので、こういったアイテムはぜひ1本押さえておきたいアイテムなんですけれども、合わせ方はこんな感じで、まあですね、ちょっとブーツ合わせにして、今年革ですね、冬ですのでですね、ブーツだったりとか合わせにして、上はですね同じく黒のちょっとオーバー気味のスウェットを合わせてみました。こういったここでですね、普段こうやってミリタリカチカチアメカジだったりとかミリタリだったりとかして、まあ、自分の好みの洋服を通すのもいいんですけれども、たまにこういうですねちょっとアイテムで合わせてあげると、まあ、例えば結婚されてる方でしたらですね、そういったこう奥さん方がですね思わず、あらあなた今日素敵って言われるような、そういったコーデじゃないかなと思いますので、皆さんもですね普段の服装じゃなくて、たまにはですねそういった奥様向けのそういったコーデに合わせていてはいかがでしょうか。では、はい、モールシューズの方からこちらのスウェードのですねサイドゴアブーツが入荷しております。もう色合いもですね、こちらのちょっとキャメルっぽい色合いですので、デニムパンツだったりとかも相性は非常にいいかなと思います。はい、またモールシューズの方からですね、本革仕様のサイドゴアブーツ、こちら黒ですねが入荷しております。もちろんソールはビブラムソールでございます。こちらのスクエア2の方がですね、まあ、かっこいい一足になってるんじゃないかなと思います。続きまして、また、モールシューズからスウェードのですねマウンテンシューズが入ってきております。まあ、モールシューズの特徴であるですねこのシューレスレッスの方が非常にですねちょっとユニークな一足になってるんじゃないかなと思います。茶卓も非常にしやすいので脱ぎ履きもですねおすすめです。もちろんこれもビーブラム。はい、最後はこちらですね、実際ルーマニア君にですね納品してた会社が作った V ネックのスリーピングシャツです。いわゆる民生品というやつですかね。でもまあその軍用品会社だけあってですね、結構作りはしっかりしていて、生地もですね割とあんまり見かけないそういった生地感のような気がします。スリーピングシャツとしては結構使えるものじゃないかなと思います。自分はですねあえて V ネック見せずにですね、もうすぐ寄ってくる、もうすぐ冬ですよね、冬ですので今年の冬のあれに備えてタートルネックをちょっとねやってみました。こちらのタートルネックは US ネイビーのデッキクルのですねタートルネックでございます。先日もですねおすすめっていう感じでおすすめしたアイテムであるんですけれども、色合いがですねこちらがナチュラル、こちらブラウンと非常に相性がいい色合いがしてたので、合わせてみたらもう思った通りしっくりきたような感じです。
下はまあこのね季節を意識したコーデュロイのパンツのワイドなパンツに合わせて下をこうやってですねチルリアンシューズをちょっと合わせているようなそんな感じです。これこそシークな感じじゃないでしょうか。以上です。はい、はい、いかがだったでしょうか。本日のコーデもですね、まあベーシックからですねちょっと奇抜なもの、奇抜なものって言えるんですかね、ちょっとあの面白みがあるそういったスタイリングまで一通り組んでみました。それぐらいですね今回、入荷した新入荷商品もですねトップスから、まあ、ジャケットそしてですねボトムスまで一通りですねコーデが組めるようなそういったですねバリエーションのあるアイテムが入荷しておりますのでぜひチェックの方よろしくお願いいたします。皆様もですねぜひ洋服の神様に会える日まで洋服をいっぱい着倒して楽しんでもらえればなと思います。ではまた次回さようなら。はい、LL ウッドさんありがとうございました。今週のワイパーニュースでした。さよなら。